加西市が旧日本海軍のうずらの飛行場跡に建設していた平和学習施設空加西が完成し、今日竣工式が行われました。竣工式には加西市の西村市長らが出席し、完成を祝いました。空加西は実物大の戦闘機模型を2機展示していて、平和について学ぶことができる施設です。市電会は飛行場の近くにあった工場で組み立てられていた戦闘機です。97式艦上攻撃機は今回新たに製作されたもので、第二次世界大戦末期にパイロットの養成や特攻機として使用されました。このほか飛行場を所管していた姫路海軍航空隊の終戦までの歴史を映像で紹介するコーナーや、うずら野に関する貴重な写真や当時の兵士の飛行服なども展示しています。平和の尊さを皆さんで感じていただく、それのためにはやはり戦争の悲惨さをしっかり、見ていただく施設になると思っております。空加西は今月18日にオープンし、混雑を避けるため当面の間事前の予約が必要です。